大手公園は、大分県大分市府内町三丁目にある都市公園である。北側で国道197号、東側で遊歩公園通りに面する角地にあり、それぞれの通りを挟んで北側には府内城市、東側には大分県庁が位置する。かつて、大分県議会議事堂があった場所で、戦災復興と地区学整理事業により整備され、 1952年3月31日に開園した。面積は3500平方メートル。大分県庁等に近いことから各種の集会の会場として用いられることが多い。公園の北東角には聖フランシスコザビエル像が設置され、公園のシンボル的存在となっている。これはフランシスコザビエルが1551年に府内を訪れて、 キリスト教の布教を行ったことにちなむものである。彫刻家、佐藤忠義による1969年の作品で、この像のザビエルは、日本に来航した航路を示した、世界地図を背景に、十字架を持った左手を胸に置き、右手を斜めに上げている。また、公園内には、樹高8メートル、幹周5.22メートル、樹齢300年の素鉄があり、 1974年2月1日に大分市指定名簿9号に指定されている。1993年に開始された大分市の公園リフレッシュ事業では、府内、アクアパーク、ジャングル公園、若草公園に次いで本公園を隣接する遊歩公園と一体に整備する計画とされていた。しかし、その後再整備は行われておらず、2012年8月9日に、 開催された第9回大分都心南北軸整備に関する意見交換会の資料では、本公園の再整備は、おおむね10年以内に着手または事業化する中期、事業と位置づけられている。大分駅再開発に伴い、駅前に大友義重の下で南蛮文化を受容した時代を表す像を集め、その一環として、本公園内にある聖フランシスコザビエル像を、 府内中央口駅前広場に移設する計画があったが2015年3月21日にオープンした府内中央口駅前広場には以前からあった大友総林像に加えて新たに制作されたザビエル像が設置され本公園のザビエル像の移設は行われなかった。ありがとうございます。